皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日は前回に引き続き無印良品さんの商品を食べていきたいと思います。塩チョコバーム、レモンバーム、紅茶バーム、チーズバーム、バナナバーム、マンゴーバーム、以上6品になります。あと今日は喉が渇くんじゃないかと思ってファミマのほうじ茶フラッペを買ってきました。いつものアイスコーヒーもあります。それではいただきます。じゃあ先にほうじ茶フラッペからいただきたいと思います。すごいほうじ茶のいい香りする。おいしい。黒糖のわらび餅が入ってます。プリンプリンしてる。こんな感じです。ふわふわですね。美味しい。下の方にわらび餅見えます。美味しい。わらび餅いっぱい入ってきた。最初はほうじ茶の味がすごく強くて、次に黒糖の味が来て、そしてわらび餅が感じられます。すっごい美味しいです。ではバームクーヘンいただきます。最初はすっきりさっぱりしたいのでマンゴーバームいただきます。いい色、金の塊みたい。おいしい。かなりしっとりしてます。だけどふわっとした感じもありますで、ね、マンゴーの味が結構しっかりついてます。おいしい。美味しかった。結構一本でも満足しちゃう量でした。好きです。バナナバームいただきます。バナナの香りがすごい。なんかちょっと大きい気がする。いや重いし、一個一個で結構やっぱ不揃いなんですね。裏はこんな感じ。めっちゃ美味しい。本物のバナナの果肉の感じがすごい感じられます。しかもね、熟したバナナの味、美味しい。マンゴーも美味しかったけどバナナが今のところ勝ちです。税込み150円なんですって。無印さんって意外と手頃、美味しくて手頃な印象ですね。バナナになってから飲み物飲んでないです。時点でめちゃくちゃ美味しいので、ここに並んでるのパッと見地味に見えるかもしれないんですけど、内心めちゃくちゃ楽しみです。これバナナずっと食べてたい。ほうじ茶香る。チーズバーム。
これはちょっとスリム。ん？うん。甘じょっぱい系のチーズです。予想と違ってました。もっとミルキーでまろやかなチーズかなって思ってたんですけど、甘じょっぱい。美味しい。チーズケーキとかに使われるクリームチーズとかそっち系じゃなくて、スナック菓子とかに使われるチェダーチーズとかパルメザンチーズが混ざったような味です。チーズバーグ美味しかったです。全部美味しかったんですけど、今のところあんみつの好みで言うとバナナ、マンゴー、チーズって感じ。紅茶いただきます。これもかなり大きめです。あー、いい香り。うん、おいしい。濃い紅茶のミルクティーの味です。結構染みてておいしいです。うん、おいしい。無印さんにバームクーヘンめちゃくちゃいろんな種類あったんですけど、何種類だったかな、30種類ぐらいあった気がする。その中で自分が好きそうなやつ買ってきました。うん、なんかほんと茶葉が入ってそうなぐらい濃い紅茶の味です。フラッペなくなっちゃいました。美味しかったです。レモンバームいただきます。すごいいい色、いい香り。なんかちょっとだけレモンつけたって感じじゃなくて、もシトロンって感じの、レモンの皮まで入れちゃったみたいな、レモンのいい香りがします。いただきます。美味しい。結構大きい一口食べちゃったんですけど、しっとりしてて飲み込みやすかったです。うん、一番最初のマンゴーを超えました。めちゃくちゃ爽やかで美味しかったです。結構お腹いっぱいです。最後塩チョコバームいただきます。これも大きめ、大きいチョコレートケーキ持ってるみたい。
薄くスライスしてちょっとずつコーヒーと一緒に誰かとシェアしながら食べたい感じです。しっとりはしてるんですけど、チョコシロップとかかけて食べたい感じです。チョコが一番甘さ控えめでした。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。でかなりお腹いっぱいです。あんみつのリピートしたいランキングはこちらです。美味しい発見がいろいろありました。また無印さんのバームクーヘン撮影以外でもリピートしたいと思います。無印良品さんのリクエストくださった方ありがとうございます。皆さんも無印さんのお気に入りのものがあったらぜひ教えてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方はグッドボタン、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。